いかひこ深夜便、こんばんは、ナビゲーターの坂井です。本日は顔が変わったについてお話ししていきたいと思います。はい、はい。まあ、顔が変わったっていうのはもう本当の物理的に顔が変わった話なんですけど、うん、前回のラジオでちょっとお話に出てきた、まあ、この今話してるナビゲーターのね、酒井が、まあ、顔が変わった期間が4年ほどありまして、でそれが顔が変わったってどう変わったのかっていうことのわからなさが、まあ、井川さんにいろんな想像させ、あの2013年の連絡以降もまた2020年まで会うことのないっていうこともあったと思うんですけど、まあ、自分に何が起きてたかっていうのをですね、を通して、まあ、ちょっと今日お話できることがあればなと思うんですけど、まあ、これ突然だったんですよ。まあ、病名は最終的にはこれだっていうのはまあ分からないんですけど、3人ぐらいのお医者さんにかかって、ある一人から脂漏性湿疹っていう、まあ、脂漏性皮膚炎とも言ったりするんですけど、まあ、そういうワードがちらっと出てきて、あ、そういう病気あるのかって思って、その後自分でいろいろ調べたりとかしたんで、まあ、それは近い病気の例として挙げられるのかなとは思うんですけど、まあ、いずれにしろ原因とかきっかけはなくて、もともと自分はアレルギー体質なんで、それが子供の頃はあったものが大人になって亡くなった後に30過ぎて、まあ、その出るっていうことがあるうちの何かっていう感じ で、まあちっちゃい頃はだからアレルギー性鼻炎だったり、アトピー性皮膚炎だったりしたんですけど、まあ、顔に出てたとか全身に出てたとか、まあ、そういうことはなくて、で鼻炎とかはまあ20歳ぐらいまでには治ったし、皮膚炎はまあちょっと 金属アレルギーみたいなものはたまに20代の前半ばまではあったりはしたりとかしましたけど、まあ汗をよくかくところぐらいで、まあそういうのもまあなくなっていった中で、ある日起きたらですね、顔が湿疹だらけになってたんですよ。でなんか疲れてんのかなとか、そういう感じで思って、まあ、病院行けば治ると思ったんですね。皮膚科に行って薬もらえば治るぐらいに思ってたら、まあ、それも最初かかった皮膚同じ皮膚科のちょっと若い女の先生だったんですけど、まあ、全然違う、まあ、薬っていうかまあ違うもの処方されて、でそれは全然治んないどころかひどくなって、でまあ、簡単に言うと脂漏性湿疹だっていうことで言うと顔がフケだらけになるんですよ。で脂漏性湿疹っていうのは頭にできることが多くて、まあ、その頭がフケだらけになるのが顔になってるみたいなイメージなんですね。だから、皮が剥がれてきちゃう。そうだから皮、乾燥すると皮、顔中に薄い、皮が乗っかってるっていう感じで、触るとパラパラっと落ちるみたいな感じなんですよ。で濡らしたら濡らしたで今度赤い点々が目立つような感じで、っていうような、まあ、状態、でそれ薬で治るもんだと思ったら一向に治んなくて、でも薬で治んないから、いろんな民間療法的な、だから当時だと2チャンネルで同じような症状のものをググって、これが効いたっていう人がいればそれを試すみたいな、それを3ヶ月やってダメだったら次の方法を試すっていうので、まあいろいろやりましたよ。お酢で顔を洗うとか。それは痛いの？痛くないの？そう、ここがポイントなんですけど、痛くも痒くもなくて、だから
その本人にとっては深刻なんですけど、うん、まあ医者の医者がやることって薬を出すだけなんですよ、うん、だって生き死にじゃないというか、うん、生命に異常がなくて活動に何か支障があるわけでもないので、うんうん、まあ、内科的に診断して薬を処方するっていう以上のことをしようがないものなんで、うんうん、なんかアトピーとかだったら痒かったりして、うん、こうなんか仕事がままならないとかあるんですけど、うんうん、まあ、世の中にこう全員目がなければ、うん、何も問題がないというか人の目を気にするような世の中がなければ何もその何も支障がないっていう。でももう見た目はすごいんでしょ。すごいですね。少なくとも自分はすごい気にしちゃうわけでしょ。そうです。自分が気にするっていうのも最初は自分が気にするんですけど、みんな毎日見てるとちょっとマシにだっただけで大丈夫だと思うんですけど、うんうん、そのこう自分を客観視するよくする機会っていうのが、うん、友達の結婚式とかに呼ばれた時に行った写真が後から、うんうんうん、その時の写真みたいなのに自分が写ってたりするじゃないですか、うんうんうん、それパッと見自分って分かんないんですよ、うん、あ、これ俺なんだっていう。だからこう自分が鏡で見ててその日準備して行った自分、うんうんうん、ぽくない人なんですよ、うん、あ、これ俺なんだっていう、うんうんうん、あ、こんな状態なんだと思って、うん、ショックじゃん。ショックです。だから、まあ、こういう感じですよ。あのちょっと笑い話に入りますけど、うん、友達の結婚式行って新婦側かなんかの友達に可愛い子がいたとするじゃないですか、うんうんうん、あの子可愛いからちょっと、うん、まあ言ったら話しかけて仲良くなろうみたいなことを思って、うんうん、いろいろやっててたけど、うん、後から写真見たら、うん、いやいやこいつに話しかけられてもそれ、うん、それは嫌でしょっていう、うん、あ、なるほどみたいな。でもそれは自分ではその日何日か前から、うん、その塗り薬を塗って、うん、すごいマシにして行ってるんで、いつもよりはるかにいい状態で行ってるんですね、うんうん、で普段は、まあ、結婚式に行けるぐらいだと、そうそうそう、行ける準備を、うん、1週間以上前から薬に塗って行ってるんで、うんうん、バレないみたいな、うんうん、そのぐらいだと思ってるけど写真見たらもうありえない、ありえない、うん、でそれを塗ってない自分はもっとありえないんですよ、うん、普段は、うん、あのそれがもう効かなくて治らないって分かってるから、うん、薬に塗り続けない方法を取ってたんで、うん、普段はもっとひどいんで、うん、でその時仕事してるもう会社は、うん、まあそういう見た目を気にしなくていいようなちょうど仕事を、まあ、というかそういう人なんだなって思われて、うん、最初から仕事してたんで、うんうん、入った時から、うんうんうん、まあ別にあのそういう人ですっていうキャラで、うんうん、顔中そうです、ゾンビみたいな顔してるけど、まあ、それはそういう人です、うん、人ですと、うんうん、そういう人も、うん、まあ例えばアトピーで顔が、うん、こうなってる人っていうのとかと同じで、うん、あのまあ、そういう人ですっていう形でも言ってるから、うん、まあ、逆に自由っていうか、うんうん、もうそういう人だっていう、うん、で、まあ、それは普通にしてたらそうなんですけど、うん、自分はそれを直したいから、うん、例えばその整髪料とかで、うん、あの頭をこうセットする、そういう整髪料も体に入るのが良くないんじゃないかとかっつって、うんうんうん、髪の毛もろくにセットしないとか、うんうんうん、あと顔にカミソリ当てんのも良くないんじゃないかってことで、ヒゲも剃らないとか、だんだん本当に、まあ、久々に会った大学の友達とかが子供ちょっといるからっつって会う時に、いやいいけど下側の不老者だけど大丈夫とか、そんな感じになっちゃう。そう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 、なんか下側公園とか子供連れてちょっと暇つぶしたいんだけどっつって、イクメンのやつが来て、いやいいけどスタガヤの不老者だけど、スタガヤの不老者だよって、うん、あのこのこっから上はね、うん、こんなのさ、それで姫が、うん、とかでだったし、うん、あとその絡まれやすくなったんですよね。へえ。なんか道歩いてて、うん、まあちょっとノッキングしちゃったりする時あるじゃないですか、人混みの中とか、
ちょっと肩当たっちゃったりとか、うんうんうん、それいつも今までだったら「すいません」っつって「あすいません」ぐらいだったのが、うんうん、なんかみたいな舌打ちされるっていうか、うん、いやそれが1回とかなら、うんまあ、そういう人かなと思うんですけど、うん、もうそんなのばっかりなんですよ、うん、満員電車とかでも、うん、ちょっと揺れて足踏んじゃって「うん、あすいません」っつったら「うん、みたいな、うん、これ被害妄想じゃなくて本当に、うんうん、あなんか、うんうん反応ってこんなに変わるんだみたいな。だってそれはね、うんうん、従いの不老者って言ってるぐらいだから、うんうん、まあそれは、うんうんうん、なんか身なりが服はちゃんと しててもね見てるけど顔が顔もう頭ここから上はね、うんうん、ボサボサでヒゲでそう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 でまあそのボサボサでヒゲの人、うん、プラス、うん、まあ顔が赤くて、うんうん、で白い粉が吹いてるっていう感じで、うんまあ、ちょっと近寄らないでぐらいの多分感じだと思うんですよ、うん、不潔だとそう、うん、っていうそれはでもすごいさ精神的にどうなの最初はあ、まあ、そういうことあるためにあーってなりましたけど、うん、自殺したいとかいやそれはというかもうだからあもうそれとつきだから、ね、付き合っていく付き合っていくしかないならっていう、うんまあ、要はそういう人生に切り替わったっていう感じですね、うん、ことになったでもそういうふうに覚悟ができるのってどうなの？ その時間がかかるんじゃないの、まあ、性格もあるのかもしれないですけど、うんうんまあ、だからその時にそれ30前半とかで、うん、なんで俺だけがこんな目に遭わなくちゃいけないんだとかまあ、俺だけはっていうふうには思わないですね、うんまあ、そういう人はいるだろうから、うんうんまあ、どっちかっていうとこう足が左足がなくなったとかに比べれば、まあね、はるかに全然、うん、手が右手がないとかに比べれば全然支障なく過ごせるし、うん、だからその時点で一つ確実に思ったというか大したことじゃないんですけど、うん、あもう俺には結婚はないなと思ったんですよ、うんうん、女の人は自分のことを好きになるなってことはないそうそうそう結婚することないだろうなと思って、うん、なんかそれはもうなんか考えないように、うん、その時はで、うん、で、まあそうするとこう一人で生きていく人で楽しい人生にするにはどうしたらいいかとかなんで、うん、まあじゃあ仕事をどういう仕事でどうやっていくかとか、うん、まあ仕事で生きていくとか、うん、まあそういうそれでもなんか楽しいと思えるような、まあ、何か豊かにしていくっていうようなことをまあやっていくのと同時に。うん治ることは一応諦めてなかったので、うん、毎日、うん、というか美容と健康のことを調べて実践する、うん、だから今はあれですけど当時は女性より詳しかったです、うん、あの美容に美容にどんなことやるの実際効果があったようなことってどんなことがあるの効果のあったことはないですよその結果としてあないないですね、まあ、今も続けてることとすればキュウリのパックとかさヘチマのオイルとかヘチマのオイルじゃなくて、うん、オリーブを、ね、アルガンオイルっていう、うん、あのオイルが、うん、あるんですけど、うんオリーブオイルはるかにその希少度が高くて、うん、エジプトで作ってるオイルなんですけど、うん、アルガンオイルを、うんその純度の高いアルガンオイルをわざわざ通販で取り寄せて、うん、それで顔を洗うっていうのはやりましたけどやったそれは脂漏性湿疹なんで油が、うん、油が漏れてるっていうふうに書くんですね、うん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 、油脂の脂に漏洩の漏なんであそういうことなんだ脂漏、はい、なんだ、はい、だから乾燥してるんですけど、うん、油が出てる油が出てるのことが原因みたいな、うん、だから乾燥してるのか湿ってるのか、うん、よくわかんないんで、うん、対処もなかなか難しいんで両方やっていくっていうふうにやってたんですね、うんうん、そうすると油って水で、うん、水と油って混じらないから、うん、油って出ないじゃないですか、うん、だから油は油で、うん 取るわけね、取るっていうので、うん、その綺麗な油で取るってことで、うんうん、アルガンオイルでもそのアルガンオイルはどうするのつまり顔の油はアルガンオイルで取れるかもしれないけど、うん、そのアルガンオイルはつけっぱなしでいいアルガンオイルで、うん、その
その毛穴に入ってる油を取りさえすれば、うん、あとは水で流すっていう感じですね。ことなんだ、うんうん、で効果はないの？なかった。アルガンオイルは1本分は使ったけど、うん、意味ない、うんうん、まあ多分今はアルガンオイルって言ったら知ってる人増えましたけど、うん、当時はもう調べ、たまたまその前にあのイタリアレストランで働いた時に、うん、超希少オリーブオイルよりはるかにいいオイルっていうのがあるっていうのを聞いたことがあって、一、うん、回なんか試しに取り寄せて、うん、使ってみたことがあったんで、うん、知っててやったっていうのもあるし、うん、それとは全く逆で、うん、とにかくその、顔の角質を育てる、全く逆なんですよ。だから今度洗わないみたいな、うんうん、だからあの風呂に入っても絶対水をかかんないように、うん、シャワーも、うん、頭は、うん、頭だけにかかるようにして、うん、とにかく顔には水を、うん、一切だからそれで角質を育てて、うん、その時が一番ピークに顔が真っ白でした、ね、うん、とにかく日々も角質をに、うん、でそれ効果ないなかったです。ああそう、はい、うん、もう、うん、まああれだよね、だからよく畑で雑草を抜かない、はい、抜かないことで、そうです、共存することで強い何か苗を育てる的なね、はいはい、そうですそうです、うんうん、そういう、うん、まあ理屈は通ってんだけど、そう全部一応理屈的にありえるかもっていうことを試していくような感じで、うんうんうん、まあ他にまあちょっと今思えばあれでしたけど、うん、なんかプラセンタを、うん、プラセンタって利用あるんですよ、なんか、うん、なんかなんて言ったらいいんでしょう、あの美容にいい、うん、その成分で、うん、体で体内で本当は作るものなんですけど、うんうん、それを外から打ったり蛍光したりして、うんうん、やるっていう、うさんくさそう、それはもう完全に外から打つのとか、うん、外から体内で作るから効果があって、うん、外から摂取するのは何の意味もないんですけど、うんうん、前それがいいと、それがいいっていうのあって、うんうん、それでそういう芸能人とかみんな、うん、あの老化しないようにプラセンタを打ってるっていうふうに言って、うん、今じゃ当たり前になったんですけど、うん、その時はあそういうのがあるのかと、うん、でそれのさらに芸能人しか行かない、うん、相手にしかしない、うん、あの美容というか、うん、それを壺に打つっていうサービスをやってる、つまり普通に打つんじゃなくて、うん、さらに東洋以外そう頸椎に打つと、うん、でそれが恐ろしく痛いので書いてあったんですよ、うんうん、だからでも恐ろしく痛いので、うんうん、麻酔を混ぜて打ってくれるんですよ、うん、つまりプラセンタに麻酔入れて頸椎に打つっていう、うんうんうん、そうすると頸椎に打つから全身に巡って、うんうん、そのツボの張り効果と、うんうん、も含めてどんなものでも治るみたいな、うん、すごいもう理屈ではね、そうすごいこれはもう、そうなんでこれ早くやらなかったんだぐらいの思う、そうそうそう、ただプラセンタ打つんじゃなくて、うん、なるほど壺に針を打つ、うん、かのごとく同時にやるんだと思って、うん、でやったやったと、高いんでしょ、1回3万ぐらいですね、うん、でそれを毎週やる打つと、うん、だけどそれもまあ、2ヶ月ぐらい打っても一向に乗らないからあまりに高いんで、もうちょっとこれは意味ないと思って、本当にぼったくりだね、いろいろそう、うん、とか、うん、あとはお酢で、うん、顔もうヒリヒリするでしょ、とかもう酸っぱいですね普通の酢だったらあれなんで、もうその酢も鹿児島の高級黒酢を取り寄せて、うん、そう、それで顔洗う、そう、うん、何年も仮面に入ったみたいな、そんなすごい高いやつを取り寄せてやってみんの、やるとか、あとはあの断食を、あ断食、ね、断食をしたら、うん、体の全部、うん、老廃物も全部エネルギーに使って外に、デトックスすると、デトックスと、それを、うん、あのゴールデンウィーク11連休、うん、やったの、もうあの断食ブートキャンプに誰にも会わないで入って、そうで、その間どんな人来てんの、いやそれは違うんです、その断食道場に行くんじゃなくて、うん、家で人に会いたくない、ああそういうこと、家でゴールデンウィーク誰にも、やったの、自分の中で明日からゴールデンウィーク明けるまで、うんうん、食べないと、食べなくて、こう、このこういう飲み、なんかまあ大高酵素とか、うん、
なんとかって要はあの、うん、猪木とか、うん、小川直也とかが肉体改造した時に使った、うんうん、酵素のジュースって言われてる、うん、で猪木が使ったやつは、うん、あの陽明酒みたいな味で、うん、小川直也が使ったやつは、うん、らっきょうみたいな味なんですよ。それは、それを味が飽きちゃうから、うん、ゴールデンウィークの前半は陽明酒味、うん、後半はらっきょう味っていう風にして、うんうん、10日間をそれだけで過ごす。やれんの？痩せるでしょ。まあ、あの痩せるのは最初の3日間だけですね、うん、あ、そう。そっからは体重変わんないし、で一番辛いのは2日目の夜です。あ、そう。大変だった。もう頭痛がすごいですね。そう、うん、2日目でそれ超えると体慣れていきますね、うん、でそれはだってあんなのお医者さんのなしでやっちゃいけませんとか言うじゃん。ああそうですそうです、うん、でももうそんな、まあね、そんなお医者がいるのかっていうのもあるし、うんうん、まあもう調べに調べて、そうでびっくりするのが、うん、あのもう出すもなくなるんで食べてないから、本当なんか黒いおこげみたいな便が出始めるんですよ、うん、それが本当かどうか、それが知らないですよ、うん、あ、なんか腸壁なんかついてるとかってこれなのかっていうぐらい、これがなんか宿便だみたいな、そうそうそう、うん、パラパラパラみたいな出てるんで、うんうん、あ、聞いてんのかなみたいな、うん、だからこの10日間乗り切ったら俺は治ってるっていうのだけを、うんうん、信じて、そう信じて、うん、だからやれるんですよ、うん、でも10日経って治ってねえじゃんと思って、うん、だけど実際これはゴールデンウィークは毎年3年間やりました。え、飲み物の飲んだりするものを変えて、新しくこういうのが出たっていう風になったら、うん、今年はこれでやってみようっつって、すごい、うん、とにかく治るのに、ね、平気なの？食べ2日目の夜を超えたらいけるの？いけますね。自分の感覚では2日目の夜が一番ピークに辛くて、うんうん、水は飲めんの？あ、水とそれ、うん、そういうこうなんか要はカロなんていうんですよ、まあ、腹持ちいいドリンクなんですよね。恐ろしく甘ったるいというか、うん、あ、そうなんだ。うん、そう、まあ、砂糖とか使ってるわけじゃないんですけど、うんうん、いろんなもの混じってるので、うん、それはいいと。それを朝昼夜一定量飲むっていう、うん、たくさん飲むほど飲めるほど美味しいものじゃない。その顔は治んないけど、その実際断食ってやってみるとどうなの？まあ、やらなくて済むならやらなくてもいい。まあ自分の中ではなんか腸を休めるから、内臓を休めるから、すごくいろんな効果があるよとか言うじゃない。肩こりもないですね。ないです。あれはもう本当に、うん、あのないです。ない。嘘ですね。嘘。はい。精神的にはハイになりますよ。ハイっていうか、うん、まあボクサーがだあの、うんうん、だあの減量中に感覚が鋭くなるっていう、うんうん、あれに近いことは起きますけど、うん、体がどうこうっていうのは、うん、いや普通に3食ちゃんと栄養のあるものを食べる以上のことはないです。ないです。あ、そう。で出すものもなんかあの工夫しました。だからあの、うん、惚れ惚れうんこの素っていう、マニアックな飲み物があるぞ。これなんかさ、来週からこのラジオ違うなんかコーナー、日本中からいろんな美容に困ってるとか皮膚に困ってる人のお便りを受け付けるっていう番組に変わってもいいね。惚れ惚れうんこの元、うん、うん、それは惚れ惚れするうんこの元ってこと。そう、うんこが出る元、出る、あの、うん、サプリというか、そういう粉なんですよ、うん、それ水に溶いて飲む、飲むの、飲むんですよ。確かにすごい見たことないうんこが出るんですよ。白くて1メートルぐらいつながったまま、うん、で結構硬いんですよ。硬いんだ、うん、だからつながったまま出れるんです。そういうものを、バリウムみたいな、すごい素っ気ないパッケージなんですよ、うん、だからもう本気度が高いっていうか、要は凝ってないんですよ。もう普通の、うん、あのそれ売っとこう。ネットで売ってんの？ネットで。それ、うん、それはあの、自分の高校の時の友達に教えてもらったんですよ、うん、これあるよって。あ、こういう、うん、そうそう、これそれは何か何の何か効果あんの？それもだからまあ便、うん、
だから宿便が出ますよとかそういう、そういうぐらいのことですね。結果として見れば、結果として、うん、それに調子が良くなるとかそういうことない。ね、だから結局自分は体の調子が悪いわけじゃないので、うんうん、まあね、そのあんまり感じないんですよね、そこの劇的な変化が。顔が治んなきゃ話にならないからね。そうなんですよ、その、うん、体を良くすることによって顔が治るっていうすごい遠いアプローチしてるんで、うん、まあね、うんうんうん、それ全部間違い、でも、まあ、何が原因だか分かんないからね。そう、分かんないから、うん、体の中に何かが溜まってるんじゃないかって思うんで、全部出しちゃえば、うん、その顔に起きてることも下から出たり汗から出たりとかすると思って、うん、まあ、毒があるんだろうっていう感覚があるんだよね。そうそうそう、それをこの毒を出せば治るんだろうっていうね、 そこら中から出したいっていう。でも要は免疫系の問題でしょ。そうです、免疫異常なんですよ、うん、だからあの花粉症とかと同じ、そう、花粉症と同じ原理なんで、うん、必要のないものに対してそうこうバリアを張ることによって、うん、逆にあのなんか過剰反応しちゃう、うんうん、だから、過剰反応するのを抑える薬を出してくれた先生もいるんですけど、うん、今度これが大変で、うん、それ塗ると免疫力を抑えるんで、うん、ニキビだらけになるんですよ。つまりちょっとしたことにも免疫力を落としちゃってるせいで、雑菌が、そう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 、細菌が繁殖しちゃう、繁殖しやすいんですよ、うんうん、だからその出てる湿疹を抑えるためにニキビが出まくるっていう、うん、ニキビ面の人にそんなに塗ってる間はなって、うんうんうん、しかもそれを塗ると今度お湯もお湯に対してもむちゃくちゃ熱く感じるんですよ。つまりもう何のもう、ね、防御がないから、そう、シャワーのお湯で顔がヒリヒリするぐらい、この免疫過剰を抑えるがゆえにダメじゃん。そうダメで、うんうん、もう何だからありとあらゆるものも温泉に行きゃ潜るし、潜るし、でその中で要は効果あったものはないわけ、なくて民間療法ではなくて、うん、最終的に何で治ったかっていうと、うん、みんなそれ聞きたいよ。ストレイドの、ストレ、あの、ステロイド。ステロイドの強い薬を塗って、うん、塗ったら、次の日には劇的に良くなってて、うん、ものの1週間で結構普通になったっていう感じです。まあ、赤みを取るのには時間がかかったんですけど、うん、その湿疹は治りました。え？でもこれって、それが、じゃあそれもっと早くやっとけよみたいなことだったってこと？ああ、やっぱりその時期の問題ってのもある。それも分かんないですけど、あのその薬は本来首から上には絶対普通は処方してくれない強い薬なんですよ、うん、首から上っていうのはあの皮膚が薄いので、うん、基本的に強い薬は、うん、まともな医者だったら処方しない、その吸収率が高すぎて他に悪いから、うん、で自分がなんでその薬手に入ったかっていうと、うん、たまたま実家帰った時に親が背中かなんかにできた湿疹で皮膚からもらった薬があって、で当時はその薬に詳しかったんで、あこれスーパーストロングのステロイドだと思って、で親が全く使ってなかったんでこっそり持って帰ったんですよ。でその時はもう自分はそっかもう4年ぐらい何やっても治ってなくて、そんなひどい状態だったんで、これ塗ってこれ以上ひどくなることに何のこう躊躇もないっていうかこれを塗ってひどくなってもなんか80が90になるぐらいで、もう80が0にならないといけないのに80が90になるのは構わないと思ってから塗れたっていうのと、あとその塗ろうと思った根拠があって、それはずっと読んでた名古屋の皮膚科医のブログがあって、その先生っていうのは自分の息子があのアトピーだったんですよ、うんうん、でもう白瀬湿疹の症状とアトピーの症状っていうのは症状は違うんですけど原因は近いところにあるっていうのはもうその頃には分かってたんで、うんうん、その普通は皮膚科医はみんな顔が綺麗だから、うん、まあ患者の気持ちなんてそこまで分かんないで、うん、まあこの薬出しますぐらいなんですけど、その皮膚科医女の先生なんですけど、自分の息子がアトピーだから皮膚科医なのにアトピーを治せない医者っていう、まあ、そういう負い目が自然とできちゃって、なんとかしなきゃとか、これ治すにはどうしたらいいのかっていうのを必死に考えてる人が書いてたブログで、でその先生は
あの子供が2人いて娘と娘には全く出てないと、うんうん、息子にだけ出てるんで、うん、その違いをつぶさに観察することによって独自の治療方法を、うんうんまあ、考えてるっていう先生だったんで、うん、ああなるほどと思って信用できるなと思って読んでたんで、その先生の言ってることはいろいろやってたんですけど、まあ、直接は治んなかったですけど、うん、なるほどっていう中にその先生が言ってた、まあ、とにかく起きてる火事が起きてますよと、うん、炎症はね、うん、その火事はまず火を消してから家を建て直すってことをしないといけないのに、民間療法っていうのは火事に対してバケツで水を火消しをやってるようなもので、うん、一旦その消防車で消さないといけないと、その消防車がステロイドだっていうふうに言ってて、なるほどと、まあ、炎症を抑えないと、炎症を抑えることにエネルギー使われて治すことには使わないと、じゃあ俺ももう強い消防車っていうかそのしょぼい消防車でやってたから、背中の用のね、うん、すごいスーパーストロング、スーパーストロングの消そうと、うん、もうあの自衛隊が上から水をバシャッとかけるようにやろうと思って塗ったら、でもそれはさ、あの皮膚が薄いから、まあ、副作用もかのことがあって処方されないわけでしょ。そう、ね、だから、うん、だからでもそれを止めたらまたすぐにドバッと出るみたいなと思ったんですけど、本当に火が消えちゃったってことなんですよ、その強いので、うんうん、まあもちろんなってから4年経ってたんで、うん、まあ何かが変わってたのかもしれないけど、うん、とりあえず見た目のブツブツみたいに悩まされたものは、うん、相当塗ったの？いやもう普通の量の、うん、だから出てる箇所以外のところに塗ると健康なところも 赤くなってきちゃってたんで、まあその出てるところだけ塗ったら、うんうん、塗って寝たんですよ、うんうん、朝起きたらあれって治ってるってあれと思って、そう、うん、びっくりするぐらい劇的になってて、でもう塗るのやめたらもしかしたらまた出ちゃうのかなと思ったけど、うん、まあ一旦出てないから、出てない場所に塗るっていうのはないから、うんうんうん、塗らなかったりしても大丈夫で、あれ、うん、これってもしかして治っていくのかなと思って、うん、希望が持てるようになって、うん、でまた最初に行って皮膚科に行って、うん、久々に何年ぶりかに行って、うん、でまあ当時のカルテしかないじゃないですか、うん、あだいぶ綺麗になりましたねとかって言って、うんうん、いやいやもう俺4年間苦労してるんだけどと思ってお前と思ったけどでまあ赤みがあるから赤みを取る、うん、まあちょっと保険効かないけど、うん、アメリカのなんとかメトロっていう塗り薬があるから赤みを取る、うん、まあ、出しますねって言って、その赤み取るもらって、うん、それで赤みも取れていって、うん、でまあ大体今に至るっていう感じですね。へえ、じゃああの時お母さんの塗り薬を塗ってなかったら分かんないじゃん。いや今も多分変わってない可能性が、可能性もある、うん、だから分かんない人の運って、はい、ただまあその調べ、うん、調べてその薬のことをよく分かってたっていうのと、うん、それを塗る根拠として、あ火を消すってことが大事なんだって思えてたそのタイミングで、うんうん、からまあ、 決断できたっていうのはありますけどね、うん、まあ、ということで皆さんからの健康のお悩みについてね、うんうん、あと生きる希望をなくしてる人とか、うん、ちょっとね、美容健康関係のお便りを改めてお待ちしております。お待ちしております